これより後半戦に入ります。プレーナンバー3の1佐藤建設キックオフ。オンサイド、佐藤建設奇襲オンサイドキックを試みました。相手に、あえて相手にぶつけるキックでしたが、このキックをキャッチしました広島4番。したがって広島ハーフウェイ付近からの攻撃と変わります。